YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。AOJ751 です。今日はですね、学校でよくあることをやりたいと思います。ではいきます。まず一つ目、授業の教科書を忘れる人。で、当が先生役をやるんです。で、僕が先生に報告する人です。先生、言ってない。国語の教科書とノートを忘れました。すいません。なに？一つぐらい持ってこいや。いや、しょうがない。隣の人に見せてもらいなさい。忘れたら隣の人に見せてもらう。その2。体育の徒競走で一番遅い人。お前ついてこれるか？速い人は行っちゃう。だけど遅い方は。山口くん頑張れ。頑張れ。その3、音楽の時に音痴な人。白いペコリのどこに。この人。山並みは燃えて。伊藤佐藤。ただ空の果てまでを。ラスト、帰る時に、4人囲んで1人いじめるやつ。おい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 、せいや、おめえ学校に金持ってきてんのか？おう、見せろ見せろ、早くさっさと見せろ。おう、おう、あるじゃねえか。おめえ学校にそんなもん持ってきちゃいけないだろ。僕知らないよ。誰かが勝手に入れたんでしょ。おい、おめえ人のせいしてんのか、おい。おい、おめえらやっちまえ。ああ、おい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 。痛い、痛い、やめて。おい、おい、おい。まみたまったか、おい。おめえは泥んこでにゃ、汚れてな、服汚れちまえばいいんだよ。出てこないのかい。これで、学校でよくあることをやりました。以上、AOJ751 と大変良かったようでした。でした、ありがとうございました。ててんコスモスの花はここから寂しく見える。何も言わずに抜けて季節美欲だけさ、こすれいの記憶は心の片隅でもういなくなる君の微笑み。